マイケル・クリストファー・マイヤーズは、アメリカ合衆国オハイオ州フランクリン軍、グローブシティ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。2013年の MLB ドラフト3巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスで、プロデビュー。A 級ピオリアチーフスでもプレイし、 2球団合計で10試合に登板して1勝3敗、防御率2.97、27奪三振を記録した。2014年は、A 級パームビーチカージナルス、A 級スプリングフィールドカージナルス、トリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーし、3球団合計で26試合に先発登板して8勝12敗、防御率3.39、117奪三振を記録した。 2015年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスと、A 級スプリングフィールドでプレーしたが、強格出口症候群の手術で一時、戦線離脱している。この年は2球団合計で12試合に、先発登板して2勝4敗、防御率5.87、43奪三振を記録した。2016年の開幕は、A 級スプリングフィールドで迎えた。 トリプル A 級メンフィスを経て7月24日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。同日のロサンゼルスドジャース戦にて先発でメジャーデビューも1.1回を9失点の大量失点を起死し敗戦投手となった。この年メジャーでは4試合に登板して1勝1敗、防御率2 7 0 0に脱三振を記録した。なお、 マイナーでは2球団合計で25試合に先発登板して9勝10敗、防御率3.19、127奪三振を記録した。2017年、メジャーでは3試合の登板にとどまった。マイナーでは、トリプル A 級メンフィスでプレーし、31試合に登板して5勝6敗、防御率3.28、97奪三振を記録した。2018年は、 初の開幕メジャーを経験したが、シーズン序盤は、昇降格を繰り返していた。だが、6月8日以降は8月に一時、故障者リスト入りした期間を除いてメジャーに帯同し、最終的に50試合に登板して2勝1敗1、西部、防御率4.70、49奪三振を記録した。2019年8月4日に、ディフェとなり、8月6日に、 マイナー契約で、トリプル A 級メンフィスへ配属された。9月1日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年は16登板で19回を投げ、0勝1敗、防御率6.63、16奪三振を記録した。2019年11月1日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 2020年は29試合に登板して2勝0、敗2セーブ、防御率2.10、43奪三振を記録した。フォーシームとスライダーのコンビネーションで組み立てている。ありがとうございます。